皆さんこんにちは、フリーアナウンサーの宮島奈穂です。私は松山市にある川原医療大学校歯科衛生学科の授業にお邪魔しています。歯医者さんで歯垢や歯石を掃除したりブラッシングを教えてくれるのが歯科衛生士さんですが、今その歯科衛生士に熱い視線が集まっているんです。歯科衛生士とは、歯科医師の補助のほかに歯石や歯垢を取り除いたり歯磨きの仕方やセルフケアを指導したりする国家資格が必要な職業です。将来どんな仕事に就けばいいのか悩んでいる皆さん、そんな皆さんにぜひ知ってほしいのが歯科衛生士という職業なんです。実はこの歯科衛生士が不足しているんです。高齢者が増えてきたことによってですね、いろいろなことがまあ問題となってきているわけでございますけれども、その中にまあ国家政策の基本方針としてお口の健康が全身の健康につながるということが記載されております。歯科衛生士の重要性が増してきてニーズが高まってきているわけでございますけれども、残念ながら、慢性的な歯科衛生士不足が、これは全国でもあるいは愛媛県においても、生じているわけでございます。そういう時にですね、新居浜の方に歯科衛生士学科が新しく設立されるということをなりました。大変これは私ども歯科医師会にとっても嬉しい限りでございます。当院は本当に歯科衛生士の方が不足しているんです。歯科衛生士さんの資格は国家資格になりますので、例えば産休明けとかになっても、学び直し働き直しの時でもいつでもの就職は 100% 大丈夫です。歯科衛生学科ができると文字通り医療を中心とした専門学校になりますので、川原医療大学校新居浜校とパッと校名を見たら医療の学校専門学校だと分かるような校名に変えて地域に根ざしていきたいと思っています。ここ川原医療大学校歯科衛生学科は国家試験合格率 98.1%、 就職内定率 100% を達成しています。そして東予地域待望の川原医療大学校新居浜校歯科衛生学科は川原学園と歯科医師会の共同授業として来年4月に新設を予定しています。詳しくはこちらをご覧ください。